殿堂を終え、BYU の学生だった時に、父から電話がかかってきました。父は、膵臓癌と診断されたことと生き延びる可能性は低くても、治療して普通の生活に戻るつもりだと言いました。その電話は私にとって厳しいものでした。父は私のビショップであり、友人であり、助言者でした。 母や兄弟と共に将来について考えると希望がないように見えました。連動中だった弟はこの困難な出来事を遠く離れて経験していました。当時の医療機関から手術を受けてがんの転移を抑えるように提案され、私たち家族は奇跡を求めて必死に断食し祈りました。父が癒されるという十分な信仰があると感じていたのです。 手術の直前、兄の脳ムと私は父に祝福を授け、持てる限りの信仰も込めて父が癒されるように乗りました。手術は長時間の予定でしたが始まって間もなく、医師が私たち家族に会いに待ち合,い待ち合い室に来ました。医師は手術を始めたところ、癌が体中に転移していることが分かったと言いました。父の余命はわずか数ヶ月だという医師の診断に私たちは打ちのめされました。 手術から目覚め結果を知りたがった父に悲しい知らせを伝えた私たちは引き続き奇跡を求め断食し祈りました容体が急激に悪化してからは父が痛みから解放されるよう祈りましたやがて容体がさらに悪くなると速やかな死を主に求めました 外科医が予測したように、手術からほんの数ヶ月後に父は亡くなりました。私たちはワードの会員や家族の友人から多くの愛と心遣いを受け、父の生涯を偲ぶ美しい葬儀が行われましたが、時が経つにつれて私たちは父の死に苦痛を感じ、私はなぜ父は癒やされなかったのかと考えるようになりました。信仰が足りなかったのだろうかと思いました。 奇跡が起こった家族もあるのになぜ私たちには起こらなかったのでしょうか伝道中に成分から答えを見いだすことを学んでいた私は成分を調べ始めました旧約聖書にはギリアデに生育する木から作られ傷を癒すために用いられていた方向性の香料や軟膏がありこの軟膏はギリアデの入荷として知られるようになりました民の災いを嘆き癒しを待ち望んだ預言者エレミアは ギリアデに入校があるではないか、そのところに医者がいるのではないかと問いかけました。救い主イエスキリストはその驚くべき癒しの力のために文学などにおいてたびたびギリアデの入校と言われてきました。私はエレミアのようにニールソン家のためにギリアデの入校があるではないか、それなのにどうしてと思いました。 新約聖書の「マルコ2章」ではカペナウムにおられた救い主の癒しの力についての噂が広まり主に癒していただこうと大勢の人がカペナウムへ向かいました主がおられた家の周りにも大勢が集まり全員を迎え入れることはできなかったため中房の男性を救い主に癒していただこうと運んできた4人は群衆のために近寄ることができないので家の屋根を剥ぎ 救い主にお会いできるように男性を降ろしました。この話を読んだ時、主がこの男性に、こよ、あなたの罪は許されたと言われたことに驚きました。私がもしこの男性を運んできた4人の1人だったら、彼を癒していただくために連れてきたのですが、と主に言ったかもしれません。主はこう答えられたでしょう。私は彼を癒した。 救い主の癒しの力が肉体だけでなく、私たちの心や私たちの家族の傷ついた心を癒す能力であることを、私はまだ完全に理解しなかったのでしょうか。その話、この男性を肉体的に癒した主はこの経験を通して大切な教訓を教えられました。私は主の次のメッセージがはっきりとわかるようになりました。 主は見えない人の目を見るようにし、聞けない人の耳を聞こえるようにし、歩けない人の足を歩けるようにされました。救い主は私たちの目や耳や足を癒すことができますが、より重要なのは主が私たちを罪から清め、困難な試練を,試練を通して高めるときに心を癒すことがおできになるということです。 モルモン書の民に見姿を表されたとき、主はご自分の癒しの力について再び語っておられます。ニーファイの民は、私があなた方を癒すことができるように、今あなた方は私に立ち返り、自分の罪を悔い改め、心を改めようとしているかと語られる主の声を聞きました。後に主はこう教えとられます。彼らが立ち返って悔い改め、十分に固い決意を持って私の元に戻ってくるようにならないとは言い切れないからである。 彼らがそうするならば私は彼らを癒そう。主は肉体的な癒しではなく霊的な癒しについて述べておられたのです。モルモンが述べた言葉はその理解をさらに深めてくれます。モルモンは奇跡について述べた後このように説明しています。キリストは言われたあなた方は私を信じるならば私の心にかなうことを何事でも行う力を持つであろうと。 私は信仰の対象がイエス・キリストでなければならず、死を信じる信仰を働かせるときに見心に叶うものを受け入れる必要があると学びました。今私は父の死が神の計画に叶っていることを理解しています。今私は誰かの頭に手を置いて祝福するとき、キリストを信じ、見心に叶なうならば、その人は肉体的に癒されるのだと理解しています。 救い主の食材は人をあがない、人に能力を与える主の力をもたらします。救い主の食材はキリストが全ての人にお与えになる究極の祝福なのです。固い決意を持って悔い改めるなら、主は私たちを罪から清めてくださり、御父の見心に喜んで従うとき、最も困難な状況にあっても主は重荷を軽くしてくださいます。さらに偉大な教訓も学びました。 それまで主の癒しの力が家族に及んでいないと信じ込んでいました。しかし今、より成熟した目と経験を持って振り返ると、主の癒しの力が一人一人の生活に確かにあったとわかります。肉体的な癒しばかりに注目していたために、実際に起こっていた奇跡を見落としていたのです。この試練を通して、主が母に強さを与え心を高めてくださったため、母は長く緑ある人生を送り、 子供と孫に素晴らしい影響を与えました。主が私と兄弟に授けてくださった愛や一致、信仰や立ち直る力は、今でも私たちの生活の重要な一部になっています。しかし、父はどうでしょう。父は、悔い改める全ての人と同様、主の食材により授けられる祝福を求めて享受し、霊的に癒され、 罪の勇しを受けて、今は復活の奇跡を待っています。パウロがこう教えたように、アダムにあってすべての人が死んでいるのと同じように、キリストにあってすべての人が生かされるのである。あなたに癒していただくために父を連れてきました、と告げた私に、主は今、父が癒されたことを示してくださったのです。ギリアドの入校はニーソン家にとって効き目がありました。 自分たちが思っていた方法ではなく、より意義深い方法で、当時も今も私たちは祝福されているのです。新約聖書ヨハネ6章で、主はわずかな魚とパンで五千人を養うという最も興味深い奇跡を行われました。この話は何度も読んだのですが、今の自分にとって大きな意味のあることを見落としていました。主は五千人に食べ物を与えられた後、 弟子たちに残ったパンくずを集めるよう言われ、そのパンくずは12のカゴにいっぱいになりました。主がそのために時間を取られた理由を考えてみると、そこから学べる教訓が明らかになりました。主は5000人を養われたばかりか、さらに余りがあったということです。すべてのものに対して私の恵みは十分である。 主のあがないと癒しの力は、罪や傷や試練,がどれほど試練がどれほど大きく難しいものであろうと、全てを覆ってあまりあるのです。主の恵みは十分にあります。このことを知ると、信仰を持って前進できます。必ずおと訪れる困難の時にも、罪に取り,まずか取り巻かれている時にも、主はその翼に癒す力を備えて立ち、主の元に来るように招いてくださるのです。 ギリアドの入校であり、私たちの贖い主であられる救い主イエス・キリストと、主の驚くべき癒しの力について明かしします。主があなたを癒したいと願っておられることを明かします。イエス・キリストの皆により、アーメン。